はいどうも、セシカです。というわけで今回の動画は、毎週土曜日夜9時からやっているノークラフトサバイバルっていうセブンデイズトゥーダイやるんだけど、クラフトをせずにプレイするっていうルールでやってて、でさらにクリアするごとに難易度が上がっていくっていうことで縛りを増やしていってるんですけど、先週やった時にみんなで話し合ってね、どういう感じで縛り追加してくるっつって、今のペースで一個ずつ増やしていく感じだと、なんて言うんだろう、セシカがぬるいのしか選ばないからね、もっと難しいのにしようぜってことで話し合った結果、ルーレットで決めようっていうことになったんですよ。で、一応毎週っていうか、クリアするごとに縛り追加していくから、ルーレットでまあ複数決めちゃえばいいよねみたいな感じになったんですよ。で、一応ルーレットを用意して、まあこんな感じっていうのは、まああれね、今単純にやってるだけで、これの縛りを今回募集するための動画です。これはだから、もしよろしければ皆さん、こういう縛りっていうのを言ってほしい。で、次回からはもう縛り3つなんで、ルーレットを回して3つ決めないといけないんだけど、多分ね、いっぱい来ちゃうから、まあ本当にバカみたいなのとかも来ると思うんで、それを使う使わないの話は、まあ一回ライブの直前に、それもライブでやって、本番のライブの前にちょっとやって、これとこれとこれっつって決めて、最終選出をもう本番ライブの中でルーレット回してやるみたいな感じっていうのを考えてます。で、その募集なんだけど、3回回すじゃん。だからどうせならもう鬼畜縛りっていう、まあ今出てるのがまさに鬼畜のやつ、これ入ったら死ぬだろうっていうリスト、まあこれ全部やるわけじゃないけど、素手のみとかもマジ見てて面白いのかどうかわからんから、そういうのは省くかもしれないけど、松明のみとかね、松明のみ、素手のみはまあまだいいよ、石斧のみとか、石斧見つけないと話にならないからねまあジャンプ縛りとかしゃがみ縛りとか、そういうのはまあ面白いかもしれないという感じで、とりあえずいっぱい出してもらって、みんなにこっから上はセシカが死ぬだろうっていう鬼畜縛りの中から1個で、それ以外のなんだっけ、ユッカ食べるの禁止とか、切り株禁止とか、まあ直接生命に関係なさそうなやつから1個で、もう一つ最後がスポンサーさんが言ったやつ、スポンサーの方がいらっしゃるんですよ今、たくさんね。なんでその人たちにお返しできてないから、その方々が言ったやつを一人一個ずつのやつのルーレットを作って、それの中が1個のトータル3つで次やろうかなって思ってます。だからもしスポンサーの方も1個ずつお願いします。で、スポンサーの方が鬼畜なやつを入れたら、やばいよね当たる率半端なく高いからね、それは。ルーレット。これ今何個ぐらいだろう ?10 個ぐらいかな?違うな。1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、16? とかだけど、スポンサーさんまだ、そこまでは多くないんで。多分当たっちゃうんですよそこまで鬼畜じゃないのお願いしたいな。でもまあそれでお返しできるでしょう、本当に。で、試しにこれ回してみると、こんな感じで本番も枠作って、ここ大麻のみとかもこんなん絶対無理だからまあ当日は一発勝負でやろう。石尾ののみとかもっと無理だからこんな感じで、とりあえずルーレット作って、ダッシュ禁止とか、交代禁止か、これギリギリ。交代禁止とかね。もうこうなったら俺 W キーをキーボードから外してプレイするよ。という感じのなんか面白い縛りを皆さん考えて、この動画のコメントでください。で、それを、まあ、9時から本番なんで、当日のまあ、8時とか7時半ぐらいか、適当な時間からライブやって、これは使うよね、とか、
これ完全アウトだよねみたいな。例えばさ、例えば1日60分とかいうのだったらもうプレイ時間めちゃくちゃになっちゃうから、そういうのは省いたりとか、まあ、この中で省くっつったらどれだろう。みんなが見たいっつったらもう石尾ののみとかも行くけど石尾の探してる間にフェラルフォードなっちゃいそうだよね。まあそういうのを含めて全部のリストをまとめて、このコメントについてリストをまとめて、直前ライブ直前にこのルーレットをみんなで作って、で本番ライブでルーレットを回すっていう、そういう感じで予定しております。見てよこれ、バイオーム縛り、降り立ったバイオームのみっていう、無理やんそのバイオーム狭かったらどうする。そのバイオームにトレーダーいなかったらトレーダー縛りも追加されたようなもんだからね。ジャンプ禁止とかもうやばいわ。クラフトできないから高いとこ上がれないじゃん。死ぬね死ぬねそう、そんな感じでやっていくんで、もしよろしければ土曜日の夜9時楽しみにしててください。で、多分スポンサーの方でもしこれ動画コメントつけれない方がいたとしても、ライブには来てくれると思うんで、その時にまた改めてその方には聞いて、それでルーレット作りましょう怖い、こんなのバカでしょ。どれが当たっても死ぬから。スキル上げ禁止、あースタミナ切れて死ぬやつですね、うん、というわけでぜひコメントください。この動画もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。セシカでした。